はい、ファンタジスターサッカーチャンネル始まりました。今日のテーマですけれども、はい、前回からこう続いてます、まあ、家族のサポート、こうどういうふうに受けてこう鈴木純がこういろいろサッカー選手として戦ってきたのかっていうところで、まあ、前回は高校生大学生ぐらいまでね、その辺まで聞いたんで、ぜひこのプロ編ということで、プロになってからも多分今度はあのご両親とかというふうにから変わって、多分奥さんとかお子さんとかの話になってくるのかなと思うんですけど、どうでした？いかがでしたか？そういうやっぱり家族の力というかサポートっていうか。そうですね、僕はそのプロに内定してから、別に特別なんかこう親に してもらったっていうことは特にないですけど、はい、今まで通りというか、はい、まあ、岐阜だったんで近いっていうのもあって、はい、まあ、僕が試合に出る出ないかかわらず毎回スタジアムにこうホームの時は来て応援してくれたりとか、そうですね、練習試合とかも今はこうコロナがあるんで、なかなか観客がこう練習試合だと入れないで非公開でやるっていうことも多くなってたと思うんですけど、当時は練習試合も有観客でやってたんで、はい、まあ、そういうのを見に来てくれたりとか、へー、まあ、本当学生の時と変わらず、大学生の時はまあ応援に来てくれたりしてたし、はい、プロになってからもずっと応援してくれてて、っていう感じですかね。なるほど。どうですか、まあ、さすがになんか声は聞こえないですよね。声はまあ聞こえないですけど、うん、見てくれ、そういう時見に来てくれてた、今日行くからねみたいなのは一方入るんですか。いや、言う時もあれば、もう言わずになんかこそっとというか。ああ、なるほど。やっぱ本人に気遣ってっていうところもあるんですかね。まあ多分、うん、まあそうっすね、ね、鈴木純選手にね。はい。ちなみに兄貴、お兄さんとかも見に来てたりとか ありましたか。その僕がその今の奥さんと結婚したのは岐阜の2年目の5月、あ、じゃあ4月の時に結婚したんですけど、うん、鈴木純、ちょっと今待ってください。今のとか言うと勘違いする人も多いんで。あ、うん、そうそう。いや、別にあの離婚してないです。ですよね、初婚。初婚ですよね。はい、はい、奥さんとはその大学時代に知り合ったんですけど、はい、結婚してする前、うん、その付き合お付き合いしている段階で、うんうん、その僕の兄もそうですし、はい、そのまあ、当時は彼女のお姉さんは僕の4公演だったんですけど、はい、お姉さんのもうお姉さんも結婚してて、はい、旦那さんがもともとサッカーやってて、 お、はい、お姉さん夫婦とかがその僕が1年目の時に、うん、こうスタジアムまで来て、うん、一緒に見に来てくれたりとか、うんうん、まあそういうのも結構あって、うん、まあ、兄も普通にこう見に時間があるときは、うん、タイミング合えば見に来てくれたりとかしてましたね、うん、ああ、じゃあ、まあ、いいですよね、ある意味近いんで、あの愛知県から岐阜は、そう、ご家族はね、うん、見に来やすかったっていうのもあると思うし、うんうん、まあでもなんかせっかく見に来てくれてこう試合に出るってな、こう分かって見に行くってなって、うん、なんかこうさすがにこう見に来てくれた時に負けるっていうのもあすごく申し訳なくて、あ、しかも当時その彼女だった彼女って彼女 のお姉さん夫婦もわざわざ見に来てくれるってなったのに、はい、確か当時ねその試合めっちゃ覚えてるんですけど、あ、はい、まあ、スタメン出てたんですけど、はい、確かね、ファジアーノ岡山とだったんですよ、はいはい、あの前動画に出てもらった武田拓也選手がいたチーム、はい、まあ、僕の1個下なんで、はい、あ、1個下 ?2 個下とかなんで、はい、
僕は1年目だったんで、はい、その当時はいなかったんですけど、うんうん、確かファジアーノ岡山との試合を長良川競技場で、はい、ホームでやってたんですけど、はい、0-4 ぐらいで負けたんですよ。はい、確か、はい、もうなんか試合終わった後会うのすごい嫌で、はい、なんかすごく申し訳なくて、はい、なんかわざわざせっかく見に来てくれたのに申し訳ねえなってなって、なんかそういうなんか、なんか見に来てくれるっていうのはすごいありがたいんですけど、はい、なんかねちょっとなかなか勝てなかったんで、なんかね、あの見に来てくれたお二あのねお姉さん夫婦も結構声かけづらいんじゃないですか、04は。お互いなんか気まずいみたいな。ケチョンケチョンにやられたんで。はい。なんかもう、すごく嬉しいんですけど、すごく複雑なんですよ。はい、見に来てもらえるなんて、はい、すごくね、なんか、ただお付き合いしてる段階だったんで、まあ、ね、そうですね。わざわざね、仕事もあったのに、はい、休み取って、はい、わざわざ来てもらって、で、0-4で負けて、はい、なんかすごい複雑だった。そうですね。でも本当めちゃくちゃ、こう、周りの人を応援してくれて、まあ、特に家族は、はい、本当に、グッズとかも買ってて、僕は知らなかったんですけど、はい、僕の、その番号のタオルとか、はい、いろいろ買ってて、へえ。まあ、それ持って応援してくれたりとか。はい。まあ、いろいろそういうのしてくださってたんで。うん。まあ、試合の映像とかも、その、今はダゾーンなんですけど、昔なんかちょっと、なんていうんですか、スカパ？ああ、そうですよね。とかだったんですよ。ええ。スカパの試合の映像とか、今でも家に録画のやつ残ってたりするんで。はいはいはい。もう本当にずっと応援してくれて、はい、まあ、そのサッカーをそんなにこう親父もやってたわけじゃないんで知らないけど、まあ、すごく応援してくれて本当ありがたいです、ね、学生の時と変わらずスタジアムまで来てこう近くで応援してくれて、うん、っていう感じだったんで、でまあ2年目の時に結婚して、うん、まあ、奥さんも仕事をしてたんですけど、はい、なんかこう仕事をわざわざ辞めて、はい、こう、まあ、そばでサポートしたいからって言ってもらって、で、仕事もこう、まあ、岐阜に来て、まあ、奥さんも名古屋の人なんですけど、はい、岐阜に来てできる仕事じゃなかったんで、はい、でそのね、まだまだこう働きたいっていう思いもあったと思うのに、うん、まあ、しかもずっと夢であった仕事にこうせっかくついて働いてたのに、うん、そうなんですね、はい、うん、それをね辞めてわざわざこっちに来てもらって、うん、で岐阜を契約満了になった本当に12月、はい、2年目の12月に契約満了になった時に、はい、ちょうど奥さんのお腹に子供がいるのが分かって、おうおう、で式とかもちょっと上げれてなかったんで、あ、そうなんですね、うん、そのタイミング的にシーズン中だったんで、ええ、その入籍だけはして、はい、オフシーズンに式を上げようってなって、はい、こう式を上げた、上げるときに本当に、上げる本当1週間前とかにお腹にいるっていうのは分かって、はい、でその、それと同時に契約満了にもなって、はい、まあ、それでも、まあ、移籍してもそっちについていくっていうのを言ってくれて、はい、まあ、その後結局 JFL の奈良クラブに行ったんですけど、ね、奈良までついてきてくれて、うん、いや本当に妊婦ですごく大変な時期だったのに、うんうん、こう、まあ、当時僕もその時は怪我もいろいろあって大変だったんですけど、うん、栄養管理とか、うん、まあ、自分も体調しんどいけど自分僕の体調管理も含め、うん、
すごくいろいろサポートしてくれて、まあ本当に、まあ前の動画でも少し話しましたけど、まあもうちょっとこう現役生活を続けて、はい、まあ少しでも子供の印象に残る姿を見せてあげたかったなっていう思いはすごく、まああったんですけど、本当に1回だけかな、僕が本当にずっと怪我で試合も全く出れてない状況で、で子供が生まれて、まあ、3ヶ月ぐらい経った時に1回、まあ、僕はもうベンチ外だったんでスタンドで見てたんですけど、奥さんと子供が一緒に来てスタジアムで一緒に試合、自分たちのホームの試合を一緒に見てたっていうぐらいで、それ以外は本当にスタジアムに来てないんで、まあ、子供も本当生まれたばっかんで多分何も覚えてないとは思いますけど、そうですよね、きっとね、まあ本当に、まあ、今でもすごく指導者になってもいろいろサポートもしてくれるし、仕事の理解もあるし、お休みもなかなかなくても本当にいろいろ協力してくれてるんで、それは本当に奥さんだけじゃなくて子供も、まあ休みが少なくてこう遊びにも連れてってあげれないけど全然何も言わないし、まあ、本当いろいろ我慢というか、まあいろんなこうですかね、まあ、とにかく我慢はすごくさせちゃってるなって家族にはっていう、すごいなんか申し訳なさというか、まあ、すごくサポートしてもらってるんで、まあ、そこは本当にありがたい、本当に周りの人に、もう今の家族だけじゃなくて親もそうだし、それ以外の今まで関わってもらった指導者の方々とか、まあ、友人とかもそうだし、すごくいろんな方にサポートしてもらって、本当にプロ1年目の時も、アウェーで福岡の方に試合に行ったりとかした時も、あの大学時代のサッカー部の同期の選手とかが、まあ、その子は大学卒業してそのまま就職したんですけど、アウェーでたまたま福岡行ったから、スタジアムに見に来てくれたりとか、いろいろそういう。まあ、あとは関東の方に行った時も、一浦の同級生の言葉を見に来てくれたりとかしてくれて、周りの人にいろいろ支えられてるなっていうのはすごく感じたし、まあ、だからこそこうサッカー選手として何かみんなにこう恩返しじゃないけど、自分が頑張ってる姿を少しでも長い間見したかったなっていう思いはすごくあるし、あったんですけど、まあ、それは、ね、友人だけじゃなくて特に家族に対してはすごくあったけど、まあ、それがうまくいかなかったっていう、まあ、すごくなんか申し訳ないなというか、まあ、贅沢かもしれないですけど、まあ、その頑張って出る姿というかキラキラした姿っていうんですかね、をなんか子供に見せたかったなっていう思いはすごくあったんですけど、まあそこもね、まあ自分の怪我もそうですけど実力不足もあって早く引退をしなきゃいけなかったんで、まあそっちの道に結局は進んで、まあ今もすごく、まあ、後悔とかはまあその後悔がないって言ったら嘘になりますけど、でもまあもともと指導者にはすごく興味はあったんで、まあそのサッカーに携わる仕事ができてるっていうのはすごく幸せだし、それもこう今までいろんな人に支えられてきたから今こういう指導者っていう立場に立ててるっていうのもあるし、まあそれは周りの人にすごく恵まれたなっていうのはすごく僕は思います。いやね、本当にね、見たいですよ、本当、鈴木純のプレーをね。我々だって。ご家族の方ももちろんそうでしょうけど、はい、そのね、
鈴木純とこう知り合ったの、そのプロ生活終わってから知り合った人たちなんか特にね、あの、みえさんのね、名古屋産業大学の社会人チームのね、あの選手たちだって、まあ見てると思うんですけど、今のプレーはね。まあでも、怪我した体のプレーですからね、それは。今度、なんか持ってるんですよね、なんか、スカパーのそういう試合の映像。ちょっと公開してくださいよ。ダメなのかな、そのスカパーの。いや、ダメじゃないですか、多分。ダメですか。じゃあ、まあ残念ながら、まあ YouTube にはね、公開できませんけど。はい、なんか上映会をやって、ね。それは、見せたりできますね、一応ね。お子さんとか大きくなったら。まあそうですね。今でも子供は、うん。あ、見てるんですか？その、まあテレビで代表戦とか、やると、うんうんまあ、パパ、パパみたいな感じで。かわいい。分かってないんで、ええ、あのテレビに向かって、あれパパみたいな感じで言ってるんですけど。そうなんですね。サッカーをやってたっていうのは知ってるんで。そっか、そこはだから分かるから、そういう代表戦を見て、パパいないのって。なるほど。パパがやってたやつみたいなことは言ってるんで。はい。まあ、そこは、あの、分かってるんですけど。はい。まあ、なかなかね、こう、仕事してる姿とかっていうのは、なかなかこう、見せられないっていうのもあるし、逆に、こう、選手の時は、それが唯一ね、子供に見せられる、こう、チャンスがあったっていうのはありますけどね。やっぱ、でも、そこ大きいんですね、やっぱね。プロ選手になった選手たちは、やっぱ子供に見せたいっていうか。自分の姿、まあまあうん、まあ子供にもそうだし、まあ、いろんな支えてもらった人にはね、うん、こう自分の今の姿っていうのは見てもらいたかったっていうのはありますね、うん、やっぱり、うんうんうん